コードウェーナースミスコードウェーナースミスはアメリカ合衆国生まれの SF を中心として活躍した小説家。正体を明かさない SF 作家として有名だったが本名をポール・マイロン・アンソニー・ラインバーガーと言い,い、ジョンズ・ホップキンス大学の教授としてアジア政策の教弁をとっており、また軍人としても陸軍情報部の大佐を務めていた。ミルウォーキー生まれ。中国。 日本、フランス、ドイツで成長期を過ごし、重大後半には6カ国語に通じていた。17歳の時から外交交渉に関係する。23歳でジョンズ・ホップキンズ大学で政治学の博士号を取得。第二次大戦中は戦争情報局の協力者として、朝鮮戦争では陸軍中佐として軍部に就く。外交政策協会のメンバーで、 ジョンズ・ホップキンズ大学のアジア政策論の教授であり、極東問題と心理戦争に関する全米有数の専門家であった。本名でも著作活動を行っており、そのうち心理戦争がミスズ書房からスマヤ・キチロにより、翻訳刊行されている別名にカーラメン・ジャンガルなど多数。中国名である林博楽は、 それを元にしたフェリックス・シーフォレストという名前で SF とは全く関係のない作品を発表している。アンソニー・ビアデンという名前で死の創作も行い、またカーマイクルスミスという筆名でスパイ小説を書いている。最も有名な筆名はこのカーマイクルスミスを変形させたものらしい。 フェリックス・シー・ホレスト名義で書かれたものは女性の一認証視点で語る実験的な作品で当初彼は女性名義で出版しようと試みたが当時は受け入れられなかったために自身の中国名をベースとしたこの名での出版となったらしいこの作品で注目されたもののそこで読者と直接に会いそれを意識したためかかえって同種の作品を書けなくなった彼は その後は正体を隠すことにした。それが仮面の作家コードウェイナー、スミスの始まりである。中国名である林博楽はラインバーガーの読みとして孫文がつけたものである。このつながりは彼の父が孫文の法律顧問を務めており、侵害革命にも参加したことに由来する。父に連れられて少年時代を東洋で過ごしたことの影響か、東洋思想にも造形が深く、 それはいくつもの作品に反映されてもいる。スミスを語る際に猫を抜きにして語ることはできない。数本の共作を成した妻ジュヌイーブと共に暮らした家には常に何匹もの猫が飼われており、作中では何度も重要な役割を与えられている。人類保管機構シリーズは彼の作家としての仕事の中で最も大きな部分を占める。彼が SF 作家として 旺盛に活動していた期間は短いが、その間にも文体は変化しつつ、後の世代に大きな影響を残した。また、時系列に沿って書かれたわけではない一連の作品群の中では、同じ用語がいささかならず、違った意味で用いられていることもある。同シリーズにおいては、各種の動物を改造し、人間形態にした下級民が登場する。ドジョーン。 イテレケリのように名前の最初につく一文字のアルファベットは、彼女ないし彼が何の動物から作られたかを意味する。ドは、ドックの D、イは、イーグルの E である。人類保完機構という日本語における名称は、伊藤のりおの訳語であり、新世紀エヴァンゲリオンの人類保完計画はこれに由来する。だが、元の言葉、インストゥルメンタリティインストゥルメンタリティの直訳は、道具。 手段である。スミス自身は宗教的な意味付けをしていたらしく、実際これは神との仲立ちをする仲介者すなわち聖職者のことも指す。作者の旧姓によって書かれることのなかった同シリーズの最後は人類と下級民共通の宗教的クライマックスであったらしい。スミスの作品でひどく印象的なのはその言葉の使い方でありタイトルである。 ただしそのタイトルのいくつかは編集者が付けたものである。これらは本文の特徴的なフレーズから取られたものであり、彼の作品であることを端的に示すものとして非常に有効なものであった。雑誌なりアンソロジーで作者名を見ずとも題名だけでスミスの作品であることがわかるためである。以下は基本的に早川書房から刊行されている日本語訳に基づく。 カッコなは、現代と、作品によっては別の日本語題。ザリディスカバリー・オブ・マンザ・コンプリート・ショート、サイエンス・フィクション・オブ・コードウェーナー・スミス。ありがとうございます。